後方がなりました。第6レースの発走です。最内1番の林スバルが自ら前を取りに出ていきました。6番の吉川祐一がまずは番手に上げて、4番の中井大輔の上昇を待っている九州の2社です。7番の坂田学は選手紹介では1人でした。初手は切れ目の4番手。後方5番抵抗には3番の船瀬純平。そして2番の坂田翔5番の柳原司で並ぶんですが。 3番船瀬は4番手をかかう総振りを見せたんですが結果一社車,車を引いて対立は一本棒ですさあ前段に目を移しまして1番の林の後ろには同県4番の中井が追走この小倉コンビを大分6番吉川で追走しています3対1対3で2週間目に入りますさあ先頭の1番林佐世保はこれまで予選敗退がありません大先輩中井がリードして結束の小倉コンビを6番吉川が固めています 7番の坂田学道中、足をためてコースは見極めたいところでしょうかそして3番の船瀬が後ろ攻め5番手から動き出したは2コーナーからバックです船瀬は4月に佐世保を走ったときは決勝に進んでいました2センターでは前端1番林の外に肩を並べかける3番の船瀬1番の林がどうでしょうか前受けか,から突っ張ってしまうか一旦出すのかどうか突っ張った1番の林バルです さあ九州勢がイニシアチブを握り続けるか7番の坂田学が4番手一旦は車を下げるか3番の船瀬淳平5番手で前と大きく距離を取ってさあ打力をつけて巻き返します金が入りました3コーナーさあ3番の船瀬も果敢に仕掛けていく1番の林スバルとがっぷり四つのもがき合い1番の林がここを合わせ切りました2番の坂田翔が3番手に降りまして7番の坂田学が ここは抜け目なく空いたコース追い上げていきまして3番手さあ3番手が7、6、2であんこになってもつれている最終2コーナーからバック誰が取り切るのか7番の坂田ダムかあるいは6番吉川祐二か後方から3番の船瀬も盛り返そうと仕掛けますが結果、いけず7番の坂田ダムが3番手を取り切って直線1番の林ルがそのままどうやら押し切って1番、4番3着、7番の坂田ダム林は中井との同点ワンツーです。 第6レース、特予選競争の2組目林、そして船瀬互いに力を出し切ろうという2分戦激しい戦き合いでありましたが1番の林が合わせ切りました道中では3番手がもつれて結果短期7番の坂田学ぶ取り切って入選順は1番、4番、7番です正式な着順は審判からの決定放送をお待ちください。